はい、こんにちは。海斗君の激アツレッスンのコーナーを、したいと思います。視聴者の皆様からコメントをいただきました。あゆちゃんはその視聴者を代弁するように分かってない体でツッコミを入れてください。分かってない体でいいんで。いや、多分本当に分かってない。今日は難しいテーマに行きたいと思います。はい、A100004413 シャフトクロスで悩んでいます。ボールがない素振りだと良いトップで収まりますが、実際にボールを打つ場合はクロスが発生します。実際にボールを打つときと素振りスイングを近づける方法があれば教えていただきたいです。はい、まあ気合入っちゃったんじゃないですか。これシャフトクロスのお悩みっていうことと、ね、素振りと、実際に打つ時で違うっていう2つのお悩みがあると思うんですけれども、はい、シャフトクロスのお悩みから先に行きましょうか。そうですね、シャフトクロスで、その先どういう球を打ってるのかっていうのが結構重要なんですけど、とりあえずシャフトクロスの直し方っていう感じで、シャフトクロスって何か知ってます？何？わかんない。わかんないみたいな。シャフトクロスとはから。はい。シャフトクロスとは。はい。狙う方向に対して肩のラインよりもヘッドがこっちに入ってる場合がクロスと言われてます。この状態が。はい。逆に視聴者さん、今の質問をしていただいた視聴者さんはレイドオフ。すごいプレーンに乗っかった上げ方をしている状態をこうやって上げる人もいるんですけど、こんぐらいじゃないですか、理想とするのは。綺麗なスイングと言われる、これをレイドオフと言います、で、これとクロスとレイドオフの一番の違いは、僕は左手首と肘だと思います、まず持ち方なんですけど、左手の親指でクラブを持ててない人はクロスになりやすいと思います。はあ、そうなんだ。はい、左手の、理想の持ち方ってのがトップ上げた時に左手1本でしっかり支えられる状況。そうなんだ。シャフトがその乗っかるっていうことなんですか、トップで。確かにそうだなと思って、私もガチです。マジな反応が来た。こっちの間から持っちゃってる人は、クラブを支えきれない。はい。あ、そうなんだ。支えきれない人は、それとこうなりがちですよね。支えきれてないんだよ。僕それなんか聞いてよかった。あと肘が右肘が絞れてる人は、レイドオフになりがちですね。右肘が開いてる人は、なった。クロスになりますね。本当これだけの差です。それはいいことでもなんですか、悪い？どっちでもプロによって変わるんだ。今流行りのマシューウルフプロとかは、からこう入って、おーすごい。こう下ろして、こう打ってる人もいれば、逆にりょうくんとかはすごくかっこいい。かっこいい。だから賛否両論はあると思うんですけど、パッと見て綺麗なスイングはやっぱクロスよりもこっち側に上がってる方が、ピッて上がって止まってる方が綺麗に見えるんじゃないでしょうかね。なるほど。でやっぱ素振りと、本番の差を縮めるっていうのは、素振りと打つ時の一番の違いってやっぱりボールがあるかないかだと思うんで。ボールがあると、やっぱりそれも以前もお話した通り、一気にボールをちゃんと捉えなきゃ、芯で当てなきゃ、前飛ばさな、すぐ飛ばさなきゃっていう余計なことばっか考えちゃう。結局ボール打ちに行っちゃうんですよね。その左腰が止まっちゃってる。そうです、だからもうこれもずっとスイング、素振りの中にただボールがあるだけで、しっかりボールを打つんじゃなくて振り切ることを意識してあげた方が、やっぱ少しは良くなるんですよ。で、僕もすごく思いますもん。ボールがあるとなんで俺こういうスイングしちゃうんだろう。だけど、それはやっぱり振り切ることができてないんじゃないかなって自分でも思います。あゆに聞いてみましょう。やっぱり全然違うんですって。だったらそれを一緒にできるか。この人の場合はスイングが大きくなっちゃうってことですね。多分ね、トップが大きくなっちゃう。そうだと思う。私逆ですかね。ちっちゃくなりがち。トップが？トップもフィニッシュも素振りより。練習、私多分練習場とコースでも全く違うんで、練習場は大きく振れる、私今最初何つった？そうですよ、合ってますよ、大丈夫ですよ。大きく振れるんですけど、はい、コース行ったらもう究極的にちっちゃくなっちゃって、もう距離も飛ばなくなるし、もう当たらなくなるし、なんで私結構意識してるのはもう大きく振ること。ボールあってコース出たら大きく振るようには最近頑張ってます。いやだけど、うん、人によって違うんですよね。普通はそうかもしれないです。あ、そうなんだ、うん、でも分かんない、僕はアベレージな人ですから、絶対100ですから。ああ、でもダブル、宮下さんは練習場の方が大きいスイングしてると思う。うん、そんな気がする。コースの方がちっちゃいスイングしてる。でダブル、ちっちゃくなってダブル、ちっちゃくなって手でなる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 と思う。やっぱ練習場の方がいいスイングは全員してると思うんですよ。じゃあこの方はどうすればいいの？素振りと本番中気をつけよう。逆にもっと素振りの回数を増やす。ああ、打つ前の素振りをほら1回だけやって、うん、このイメージで打つってやるよりも、うん、やっぱ5回ぐらいしっかり素振りしてから体にもう染み込ませて、ミスしてもいいからそのスイングを意識するっていうやり方はあるじゃないですかね。なるほどね。ありですね。です。それじゃみんな一緒だもんね。素振りの回数増やす方がいいかもしれないですね。そうですね。とりあえずだからもう体に染み込ませる。やっぱ僕ゴルフ始めたての人に一番やってほしいのは素振りなんで。うん、やっぱりだから素振りの回数を増やしてもらってから。プレーファーストの範囲内でね。はいはいはい。もちろん。うん、それはいいことだと思います。まあクロスを直すっていうのはまあわからないですけど、まあ肘とあとグリップの持ち方。クロス直すときはね。はい。ここでしっかり。それ良かった。って持ってあげて、右肘を上げないこと。よくこのように挟んで練習してる人いるじゃないですか。これって右肘を上げないでしてるから、絶対クロスになんないですよね、上げても。うん、これでクロス上げてるとこうやって上げてるどうしてもクロスしたい人ですね、それはね。右になんか挟んであげてトップ上げるとか、長めのタオルとかで両脇に挟んであげてハーフスイングとかすると、ここで挟んでるイメージでこういう素振りになると思うんで、そうするとやっぱクロスは治りやすいんじゃないかなと思います。海斗くんの激アツレッスンのコーナーでした。海斗くん今インスタグラムで、レッスン受付中ですので、ぜひご連絡してください。あの後連絡来てます？来てます。よかったです。結構来てます。視聴者さんのレッスンもやってます。よろしくお願いします。じゃあありがとうございました。